ございます。TBS 報道特集の前場と申します。安倍政権の負の遺産、森友家計学園桜を見る会について国民が納得していない事案であって、再調査を求める声が出ています。これに対してはどのように対応されますか？先に出馬会見を表明をしています石破さんはですね、何がどう問題かの解明をまず第一に行い、必要ならば当然やる、再調査を当然やると会見で述べていらっしゃいます。再調査を求める声に対して菅さんはどう対応されますか？森友問題については財務省関係の処分も行われ、検察の捜査も行われて、すでに結論が出ているということでありますから、そこについては現在のままであります。またこの家計についても法令にのっとりオープンなプロセスで検討が進められてきたというふうにも思っています。桜を見る会については国会でさまざまなご指摘があり、今年は中止してこれからの在り方を全面的に見直すことにいたしております。こんな会見できないんじゃないですか？いや、できレースではありません。だったら、本店のメディアは若い人を見て当てるでしょ。違いますか？違います。申し訳ありませんが、全くもって違います。皆さん、横浜を客の場所に行かせるんですか？国民が行ったり、それでは公文書捨てないでください。公文書、ありましたので、約束してください。